皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県公立高校の入試対策、今年の春ですね、2023年の春に行われる入試対策、これについて数学、英語、理科、社会、この4教科についてお話します。まず数学ですけれど、数学って対問構成ってほぼ固定化しています。ですから過去問をしっかりやっておく、これが大切です。特に対問の1と対問の2って主に計算問題と簡単な方程式なんですよね。ここは落とさないようにしてください。それからデータの活用で、昨年箱ひげ図出ていなかったんですよね。ですから今度の入試では箱ひげ図出る確率が大きいです。で、関数は対問中に小問が3問あります。括弧1、括弧2、括弧3と3問あるんですけれど、これ苦手な人、関数が苦手な人はなんかここは捨てちゃう傾向があるんですけれど、括弧1と括弧2ってかなり簡単なんですよ。点数を取りやすい問題になっているので、3問あるうちの2問、これはしっかり解けるようにしておきましょう。次は英語ですけれど、英語はリスニングの配点が大きいんですよね。ですからリスニング対策、これはしっかりしておきましょう。リスニングというと聞く練習ばかりしてね、こう一生懸命やった、対策やったと思ってる人いるかもしれないんですけど、聞くだけじゃなくてその英文をしっかり読む練習、これも大切です。自分が読んで発音できるものっていうのは聞き取れるようになるってよく言われます。ですからただ聞くんじゃなくて、聞いたものを真似して口で言ってみると、こういう練習もしてみてください。英作文とか空所補充、こういう記述問題も多いんですけれど、これって定型表現を使えるもの、ね、こういう時にはこういう表現を使う、こういう時にはこういう表現を使うと、こういうものをしっかり身についていれば、こういうものがしっかり身についていれば得点はできます。もちろん文法をしっかり理解しておくこと、これも大切ですよね。文法っていうと仮定法とかね、完了形とか進行形とか、こういうものがありますよね。で、未来を表す表現と、こういうものもしっかり勉強しておいてください。理科の対策です。知識を確認する問題が多く出題されるので、これ基本事項、この定着が得点の鍵になります。それから実験とか観察についての会話とかレポート形式、この形式での問題が出るので、これは過去問を使ってこの形式に慣れておく必要があります。さらに高得点を狙うなら、絶対記述対策と計算問題の対策、これは必要ですよね。計算問題というと、例えばオームの法則のところとか、で電気のところの熱量とか、地震の波の速さとか、震源からの距離とか、圧力の問題とか、いろいろありますよね。濃度の問題なんかもあります。これはしっかり解けるようにしておきましょう。で、社会ですけど、社会は資料から課題を見つけてこれ答える問題、これが増えています。もちろん記述式ですね。で、勉強するとき、知識の定着、覚えるだけじゃなくて理由と流れ、これをくっつけながら、関連付けながら理解すると、こういう勉強法が必要だと思います。どの教科でもそうですけれど、なぜとかどうしてと、これを意識して勉強すること、これが大切なんですね。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。